自分が使うと偽って銀行口座を開設し、キャッシュカードを他人に譲り渡したなどとして、古川警察署の警察官が逮捕されました。SNS での誘いに乗って犯行に及んだとみられています。詐欺と犯罪収益移転防止法違反の疑いで逮捕されたのは、古川警察署の巡査長、鈴木茂容疑者です。 警察によりますと鈴木容疑者は今年2月自分で使うと偽って銀行3行で口座を開設しキャッシュカード3枚などをだまし取った疑いとこのキャッシュカードを東京都内の郵便局止めで郵送し何者かに譲り渡した疑いが持たれています鈴木容疑者は容疑を認めていて現金配布をうたった SNS のキャンペーンに応募したところ 口座を開設してカードを郵送したら報酬を払うと返事があり犯行に及んだと供述しているということです鈴木容疑者名義の3つの口座ではそれぞれ1回あたり数十万円の取引が数回確認されていて警察では犯行に使われた可能性も視野に捜査しています